皆様こんばんは。全力で全力で研修場広島カープサスバンク乃木坂46番です。先ほどはですね、ちょっとまあ阪神のね、優勝へのね、方ですね、ちょっとね、お伝えしましたけれども、まあね、カープもね、今日はですね、カープのですね、試合の振り返りをお伝えしていきたいと思います。まあちょっと久しぶりなのでね、ちょっともういろいろね、まあ今日はね、どんなところがね、印象だったのかね、振り返っていきたいと思います。今日はね、カープはね、ここまでね、ちょっとまあ神宮でのね、まあ1勝10敗でちょっとね、まあ大変苦しんでるね、ヤクルトにね、まあ、どんなね苦しみだったのかもね、ちょっとここがね、ちょっとあれだったのかなと思いますしね、まあ今日ね、勝てばね、6月30日以来の、2ヶ月ぶりの、最終戦に、勝利がかかる試合だったということです。はい。今日はね、先発の遠藤投手はね、今季8度目の先発試合前までに、自身5連敗中の1勝5敗で防御率3割5分で、まずはね、いきなりね、打たれたり、まあ中岡に左中間2点タイムツーペースで打たれてしまい、2対1と逆転されますけども、まずはね、堂林が初回2回にソロホームランで叩き込んで1点を先制されたんですけども、その後ね、長岡に左中間の2点タイムツーペースで逆転されまして、一方の先発の遠藤はね、3回2アウトから山田にレフトスタンドの中段からまたもうね、ホームランを打たれてしまい、11号ソロホームランを打たれて、続く村上にはライトポールの2歳に3試合連続の29号ソロホームランを打ち込まれ、4対1とリードを広げられて3点差と離されてしまい、4回はですね、ノーアウト1、2から攻撃を作るマクブルームはサードゴロ併殺で、相澤はセンターフライで倒れてしまい、一方の先発の遠藤は4回先頭長岡にファウボール、高橋ゲシに送りバントでワンアウト2塁から塩見タイムリーツーベースを打たれてアンダーソンに代わり、アンダーソンは後続を抑えて遠藤は3回1分の3を63球5安打5失点で降板となってしまいましたけれども、まあ、それでも5回はカープの攻撃で先頭の代打田村が左中間ツーベースで続く野間のタイムリーで1点を返して5対2と、3点差とし、続く6回はルーキーの河野が村上を空振り三振、サンタナセカンドゴロ、そして宮本は空振り三振で3人を退けて、6回の攻撃は2アウトからマクブルームがツーベースも相澤は空振り三振、そして6回は中崎がマウンドに上がりワンアウト1、2塁からピンチを招くも塩見オスナを打ち取り、7回は大道が竹岡村上サンタの三者凡退で抑えて、打線は8回に先頭の代打秋山がフォアボール、そして堂林がヒット、ノーアウト1、3塁から小園がレフトタイムリーを打ち返し5対3と2点差とし、しかしね、デビッドソンは空振り三振するもマクブルームはフォアボールを選び、ワンアウト満塁から攻撃をエースし、続く代打の松山が押し出しのフォアボールで1人帰ってきて5対4と1点差と、続く代打の磯村がセンターへの2点タイムリーを抱き返し、この回4点を奪って一気に6対5と逆転に成功し、8回は島内が宮本を空振り三振、中村悠平はレフトフライ、そして長岡はファーストゴロに打ち取っていって、そして6対5とリードした9回に7番手栗林がマウンドへ上がり、代打青木は、キャッチャーフライで塩見は見逃し三振、そしてオスナを抑えて、最後は栗林が締め抑えて14セーブで3勝7敗をマークをして、そして今日はね、遠藤投手はね、勝ち投手とならなかったんですけど、今日は大道が3勝
0敗を挙げて、カープが最後、今日ね、神宮での最終戦で、なんとかね、昨日までにちょっともう、7連敗していて、今日もなんとかね、そして6連敗していて、なんとか連敗ストップで逆転勝ちして、なんと神宮での最終戦で勝ちにつながったというのは本当に大きいなんじゃないかなと思います。はいはい、まあね、まだまだね、残り試合数もね、だんだん少なくなってきましたのでね、もうここからね、もうとにかくもうここもね、とにかくもう油断せずにね、もう残り試合も勝っていって、もう CS に向けてね、しっかりと準備してほしいなと思います。はい、というわけで、明日はですね、明日は、広島は、今日ね、優勝決まったね、阪神との、2連戦が控えています。それから、明日の予告先発は、明日は19月15日金曜日ですね、明日は松田スタジアムで行います広島対阪神の試合開始時間は18時開始予定で、広島の先発投手は床田投手、阪神の先発投手は及川投手のお二人の投げ合いになっています。はい、以上で今日の試合の振り返りの3人予告先発をお伝えしました。今日のね、まあ一番印象に残ったところはもう、8回の、ワンアウト満塁で代打西村のね、逆転タイムリーツーベースが、今日のカープの逆転に成功したっていうのが今日の僕の印象に残っています。はい、というわけで、ここでちょっと一旦終わります。また明日、この後またソフトバンクの方もですね、振り返りたいと思いますので、それではちょっと一旦ここで切ります。ちょっとね、こんな感じで終わりたいと思います。では、ありがとうございました。